はい、皆さんこんばんは。今回はラズベリーパイから MIDI 信号を出力する、テストみたいなものを、撮影してアップロードしようと思います。よろしくお願いします。とりあえず構成の説明をします。ラズパイからは、Python で、MIDI 信号を出そうと思っています。確か、そうだな。こんな感じですね。見えるかな。パイゲームっていうライブラリを使って、パイゲームの MIDI っていうのがあるんで、まあ、それを使ってます。で、こっちの方は、まあ、とりあえず USB MIDI インターフェースをアウトプットに、1個挿して、でもう1個かませてます。実はこれですね、メスメスコネクタでもう1個かませて、でもう1個 USB MIDI インターフェースを使って MacBook に入れて、でこっちのガレージバンドで音が出てるかどうか確認できるようにしました。じゃあそれでは聞いてみてください。ちゃんとラズパイ側についてる USB MIDI インターフェースが、アウトで、Mac 側についてる USB MIDI インターフェースがインで光ってますね。で、こんな感じです。以上です。